はい、こんにちは。今回ですね、やっと届きました。こちらセーフティーサービス貴重品、佐川急便で到着しました。何かというと、電池交換に出していたグランドセイコーです。料金はこのように受け取り時に支払います。現金、クレジット、デビット、まあこのようなね、支払い形態で可能になっています。このような袋に入ってね、届きました。では開封してみます。中身このように、これは発送時に梱包した箱のまんまですね。この箱で帰ってきました。あとこんな感じのグランドセイコー修理完了報告書が入っています。このように点検されているようですね。全部一通りチェックが入っています。で、電池のとこに処置がされているという状態です。そして修理完了後、しっかりね、外観と温度サイクルはやってないようですが、防水のチェックもしていただけています。そして電池およびパッキンの交換をしていただけたということで、今後 3,4 年に一度はね、オーバーホールをお受けになることをお勧めしますと書いてあります。あとはメンテナンスハンドブックが同梱されております。実際にどのようなね、処置をしていただけたかというのが修理明細表に記載されています。今回ケース傷汚れあり、パッキン劣化、そしてバンド傷、電圧低下ということで、ケースに関してもね、洗浄していただけているようです。パッキンも交換、バンド一式も洗浄ということで、これは綺麗になってるのかな。で、気になる金額なんですけれども、もともと見積もっていただいてた金額通り、電池交換5000円です。ただ送料が1700円、そして消費税536円かかるので、最終的に7236円を支払っております。このように送付した時と同じスポンジに挟まってね、帰ってきました。じゃじゃんと、ちょっと開けてみましょう。じゃじゃんと開封しました。お、戻ってきました。お、なんか結構ピカピカしてますね。洗浄していただけたので汚れが落ちているんだと思います。ピカピカしてます。ただ傷はね、それなりにあるので、もともと入っていた傷はね、磨かれてはいないのでついてますね。こんな感じで、あ、時刻もちゃんとあって帰ってきています。結構バンドのね、細かいところに汚れがね、溜まっていたりしたんですけれども、すっきり綺麗になっています。裏側はどうでしょう。おお、すっきり綺麗ですね。うん、電池交換と洗浄をしていただけたようです。これでまたね、長く使えるんじゃないでしょうか。うん、ここのね、マークのとこも汚れが入っていたんですけれども、綺麗になっています。素晴らしい。ということで、気になる電池交換の所要日数ですが、具体的にはですね、4月の2日にセイコーに商品が到着して、そして向こうが発送したのが9日ということで、7日間ですね、セイコーの元にあったことになります。そして9日発送で翌日には届くということで、1日に出して10日に届く、まあ9日多く見て2週間見ておけば十分戻ってくるかなと思います。こんな感じです。ということで、今回ですね、セイコーグランドセイコー電池交換に出して問題なく洗浄されて、パッキン電池交換されて戻ってきたというお話をいたしました。やはりね、時計屋さんでも交換していただけるとは思うんですけれども、このように純正販売のメーカーであるセイコーにお願いをするというのがね、一番安心できるかなと思います。またね、この時計を長く使っていきたいと思います。次3年後オーバーホールしてみようかなと思っていますので、またご紹介できればと思います。ということで、今回も見てくださりありがとうございます。